はい、というわけで今日も昼ご飯を作っていきたいと思います。ちょっと今日は前からちょっとやってみたかった実験的な飯をやっていきたいと思います。でですね、ここにお湯を沸かしております。そしてこれイカスミソース、これね200円もしない安いやつ、これをねちょっとお湯で溶きます。よいしょ、これね入れましょう。もうただのお湯です今のところね。多分うまいと思うんやけどな、予約でいっぱいの店のパスタソースらしいから。よし、めちゃくちゃ泡立つな。泡立ってきましたんで、じゃあここに札幌一番塩ラーメン、これをねイカスミソースで札幌一番塩ラーメン作ったらめちゃくちゃうまいんちゃうかな思ってるんですよね。黒、今日は前回 半分で使ったやつが残ってるんで、これも入れちゃいます。よし、そしたらスープね、スープは1個半分もしっかり入れちゃいます。味濃いめでもいいでしょう。お、なんかいい感じっぽい、香り的にはいい感じっぽい。よし、完成したんで入れましょう。黒、えぐいくらい。あ、でも香り的には悪くないな。札幌一番塩ラーメンの香りでは全然ないけど、うん。そして切りごま2個分入れちゃおう。というわけで真っ黒な札幌一番塩ラーメンの完成でございます。うまいのかな。というわけでこれを今日食べたいと思います。はい、どうもパチモス協会でございます。というわけで本日はかなり実験的な飯でございます。イカスミ札幌一番塩ラーメン、普通に食った方がうまいんじゃねえのかなって感じもするんですけども、やってみたかったもんは仕方がない。いやだけどまずくなる要素はないと思うんやけどな。本当はねカップヌードルシーフードでやってもいいかなと思ったんですけど、あの一袋シーフードに入れられない札幌一番塩ラーメンでやってました。ほんと大丈夫かな、こんな感じじゃいい。サムネこれでええな。よし、まあというわけで早速いただきたいと思います。いただきます。いやまずくはないと思うけどねなって自分に今言い聞かせてますけども、ああだけどありっちゃありだね。うん、バターの感じはちょっとしますんで、味噌ラーメンとかああいうのにバターを入れて好きな人、バター風味が好きな人ね、おすすめかも。うん、あーだけどコクがあってうまい。あー合うと思います。うん、塩ラーメンの時点で合うよな。ちゃんぽんとかでもいいかもね。うん、ニンニクがもうちょっと効いててもいいかなとちょっと思いました。うん、またやるかっつったらやらない。でも俺が多分このねラーメンにバター入れた感じがあんま好きじゃないからやと思う。これほんま味噌ラーメンとかにバター入れる人はおすすめ、一回やってみてほしいね。これ札幌一番塩ラーメンで
なんか癖になってくるな。なんか癖になってくる味。いや、うまい、うまいぞ、俺多分。最初ね、ぶっちゃけちょっとこのバター臭さがやばいかなと思ったんやけど、あの一番の決め手はちゃんとやっぱりラーメンスープはしっかりと 1.5 個分入れたんですけど、それでちょうどいい、ラーメンとして成り立ってるから、ちゃんと。ぶっちゃけこのイカスミパスタのソースで俺はね、あのパスタでやるより札幌一番塩ラーメンの方がうまい気がする。多分俺が仮にあのイカスミのソースみたいなのもらったら、俺はパスタで食うよりこっちで食うと思う。それぐらいの好み。イカスミパスタよりこっちの方が好きかな。多分塩分量は半端ないと思いますよ、スープ普通に入れて。まあだけど水分って水がちょっと今回多めにしてるからな、あれかもしれないけど、まあそれでもやっぱ味は濃いめやから。一回ぐらいやってみてもいい味やと思うけど、まずくは全然ないよ。好きな人多分めちゃくちゃ好きやと思う、これ。このバター感、俺はほんまにバター感が、あのご飯とかバターご飯とかあんまり俺は得意じゃないんで、その俺でも美味しいっていうことは、バター好きな人とかたまらんかもしれない。やっぱ油の膜がちょっと若干張ってる分冷めにくいね。あの北海道の味噌ラーメン方式やね。だし、例えば札幌一番塩ラーメンを5袋買って1袋これにするとかね。1袋なり2袋ね。スープがうまい。めちゃくちゃとろみが出てるの。俺は多分イカスミパスタやったらこっちの方が好き。というわけでパテムソ協会、ちょっと本日は実験的でございましたけども、札幌一番塩ラーメンにイカスミパスタのソースを入れたら結構うまかった。結構うまかったってぐらいにしとこう。もうこれは俺だけではわからんかもしれない、俺がバターがあんま好きじゃないだけであれかもしれんけど、俺でうまかったから多分。俺はほんまはね、このね、あるやんバジルとかのこの瓶に入ってるちょっとしたソース、あれでイカスミやったら一番いいと思うよな。ただ札幌一番塩ラーメンを 1.5 玉ぐらいやったら、あの1袋入れた方がちょうどいいかも。少なかったらただちょっと油臭いだけかもしれない。これがっつり入れたから旨味が出てるような気もします。というわけでパテムソ協会、本日はこんなもん食べました。というわけでごちそうさまでした。うまかったです。